次はですね、パイプ類、これの場合は歯がついておりませんから、相手はこういうふうに担いだり、足の後ろに隠したり、まあ、かなり接近していろんなことができるわけですね。で、まずいくつかのパターン、これに対する対処方法をお見せしたいと思います。まずは上からですね、こういうふうに担いで相手が近づいてきた、打ち込んでください。ですね。で、奪い取るわけですね。まずは担いでいて上から打ちかかってきた、これもやはり左の体さばき、そしてクロールをするように自分の腕を前に伸ばしていきます。これによって相手の攻撃はここを滑るわけですね。その時に下側から見つくように腕を止めずにここを取っていきます。一撃、そしてこの手をこう落とします。相手はここは逆関節になって倒れるわけですね。そしてこれからあとはこれを逆に取って割っても構わないわけです。